여러분안녕하세요저는김입니다はい皆さんこんにちはこんばんはおはようございますキミンです本日はある気になったふりかけがございますのでそちらを紹介していただきますそれではどうぞはい今回紹介するのはこれですじゃんじゃんミルキーのふりかけですいやいやってなるでしょうえふりかけってミルキーの味ですかってなってもう気づいたらもうカゴに入っちゃってました。え、てか、今日すっぴんですが、ちょっと申し訳ございません。話戻ります。ミルキーがふりかけになっちゃって、ここに書いてあります。また文字反転しちゃうんですけど、申し訳ございません。こちらですね、ドラッグストアさんに売ってありまして、税込み105円ぐらいでした、確か。すごい安かったし、ふりかけの相場がちょっとわかんないんですけども、ミルキーがふりかけになったってことで、もう、え、あの味がと思って、買いました。食べていきたいと思いますって思ったんですけどもうね帰ってきてよくよく見たら書いてありましたふりかけ野菜味え野菜なんだみたいなミルキーでもこちらの不二家はただもんじゃないと思って多分これミルキーの味ちょっとするんじゃないかと期待しながら食べてみたいと思いますじゃあいただきます開けます失礼いたします開けちゃいましたミルキーの味するんでしょうかね開けます開けました中がこんな感じ。え、ちょっと反射取りやらしい。まあ、いっか。こんな感じになってます。一応ご飯をですね、ちょっとお茶碗に入れてしまった、ちょっと見えにくいかなと思いまして、ちょっとこう平べったい、お皿に入れさせていただきました。ちょっとこんなご飯に、かけてみたいと思います。香りがですね、香りは、まあ、普通のふりかけ。なんもなんか、まあ、焦げ臭い感じ。焦げ臭いとか言ったらちょっとあまりなんか良くない感じ。するけど、なんか普通の、まあ、野菜かなって感じです。そんな甘い匂いとかはしないですね。別に。ちょっと光気弱くないですか大丈夫ですか弱くないですかじゃあ、ちょっとふりかけかけますね。こちらにかけます。ちょっとふりかけ結構ちょっとこう多めにかけたい感じの男子です。かけました。あ、ところどころ白い粒がございます。この白い粒ですね。これミルキーの味するんでしょうかねちょっと気になります。食べていきましょう。それでは、いただきます。今日なんて言ったって今お昼過ぎに撮ってるんですけど、もう今日これが初めのご飯って感じです。いただきます。あ、え、ちょっと甘い。あ、すごい甘い。気持ち甘いぐらい、すっごい甘いって、甘ったるいって感じじゃなくて、もう、ほんのり甘い。ちょっと不思議、これは。うん。ん?すっごい食べやすい。まあ、今日1日目の1食目のご飯だからっていうのもあるかもしれないんですけど、それはちょっと黙っとけてね。美味しい。野菜の味。なんかまあ、ふりかけ、普通の、なんか野菜のふりかけよりも味は気持ちいい野菜感はなくて、その甘いです、ちょっと。ミルキーの感じなんですかねちょっと白い粒だけ食べてみます。あ、うん。気持ちやっぱちょっとだけほんのり甘い感じはします。美味しい。ちょっと止まらないですね、これ。うん。すごく美味しい。もうほら、なくなっちゃいます。はい。ということで、いただきましたが、すごい美味しかったです。なんか、レビュー美味しかったって言えば済むんじゃないとか思うんですけど、違います。普通のなんか野菜のふりかけ味よりちょっと気持ちいい野菜感は薄くて、で、ちょっと甘い、ほんのり甘い感じでした。すごい食べやすかったし、もうご飯ちょっとガンガンいっちゃいますね、ちょっと。ガンガングイグイ食べちゃいます。でも気持ちですね、この一袋あたり105円すごい安いんですけど、20g なんですよ、入ってるのが。もしかしたらちょっと少ない感じはしますかね。それぞれあると思うんですけど、割と自分の場合は もしかしたら減りが早いんじゃないかなと思いました。まあちょっと特別な日に食べたいかなって思いました。すごい美味しかったです。もうずっとバッグの中に眠ってて、気づいたらこの時期になってました。びっくりしました。申し訳ございません。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。すごい、食べてみたいとか、気になったんだよねっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また、インスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キュミンでした。
Sound.